だ。クリーンさん、あれ、降りろご飯、下に降りて隠れるんだ。おい、あ、ややじろべ、あんバケモン誰だと思う。サイヤ人だきゃサイヤ人。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。奴は元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。ん？何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、変顔じゃあ。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった、やってみる、任せてくれ。くそ、あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない、悪の気を感じ取って放つのだ。
誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度奴と戦うチャンスをくれ。
分かったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おーい、ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんなやられて、ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と、ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。